はい、みんな、僕は超一流スーパーシェフ秋尾レイブンさ。今回はこちらのクッキングシミュレーションっていうゲームをねやっていこうじゃないか、みんなと。はい、ということでね、改めまして、はい、こんにちは、秋尾レイブンです。はい、それでは今回はね、こちらのゲーム、クッキングシミュレーターというやつをね、実況プレイやっていきましょう。 OK。 まあ、このゲームね、まあ3年ぐらい前かなに出されたもので、で結構ね、本格的な、なんかお料理が、作ることができるっていうやつなんですけど、そう、結構ね、いろんな種類のね、食材とか、スパイスとか、あ、調味料。で、こちらにね、あと、ハーブもとか、ハーブと、で、こちら冷蔵庫、ね、生物、たくさんね、結構あったりするんで、結構、本当になんかね、いろんなものが作れるんじゃないかと、ね、ちょっと。これおしゃれ、これブルーチーズね、これゴルゴンゾーラ、あー、ゴルゴンゾーラね、いいね、美味しそう、そのまま食べたい。チェーダーにこれヤギ、へー、あー、すごいね、結構本格的な料理ができそうな、そんな予感がします。あー、いいね、この6連ストーブ、あー、いいなー。そう、私ね、もともとはね、調理師だったんですよね。そうだからね、まある程度のね、まあ設備のものも、まあ、分かるんじゃないかと。これもスチームコンベクションですね、通称スチコン。フライヤーにこれなんだろう、あー、これはあれか、ステーキ用のグリルですね。はい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 。で、みんな大好き、電子レンジと何であるのか分からないダーツ。はいはいはい。そしたらまずはレシピをね、取るところからスタートですね。確か、そしたら、ここでなんかね、メニューを、メニューかレシピか、レシピを見ていくらしいんですけど、今回何を作ろうかね。まあ、せっかくだからなんかオシャンティーなものをね、ちょっと作っていこうじゃないかと。あ、待って、これ。お、ペペロンチーノじゃん。フリッチのアーリオオリオペペロンチーノ。てかね、ペペロンチーノ、これでいこうかな。よし。で、ここにモニターがあるので、このモニターを通してレシピを見ていきますと。はい、パスタ、深鍋に、加える水、鍋をまず探すところからです。鍋どこだろう、ここにフライパンがあって、あ、これだな、パスタ用の深鍋、寸胴ですね。あ、ちょ、小鍋だ。え、深鍋どれ、え、これ深鍋じゃないの。違うの、どこどこどこ、鍋、あ、そうか、なんかカタログとかあるんだっけ。ある程度なんかチュートリアルはやってきたんで、まあ大丈夫かなと。え、深鍋なくね、もう鍋だって何でもいいんだ、鍋だったら。もうあれでいい、あれで。あれだって、使えない、使え、使えないんだって。なもん。はい、じゃあこれで作っていきましょう。まあ大丈夫っしょ、パスタぐらい。シンクは、どこだ、シンク、シンク。あ、これだ。はい、ここに置かせてもらって、はい、で水を1リッターだね、確か。お、怖い、結構早い、結構早い、力加減考えねえなこいつ。はいはい、ああ、ちょうど、ちょうどいい、ジャストオイル、オッケー、ナイス。でここで、ストーブの上に置いて、はい、水1リットル。ね、なんかパスタをね、茹でるときのワンポイントしまして、1リットルの水に対して 2% ぐらい、10% か、10% の塩を加えることが必須なんですよ。こちら 5g ですね。あれ、なんかおかしいな。確か 10g だった気がする。でもね、なんかね、一流のチェフの人の話だったらね、そういう理論は、まあ、確かに教科書はそうかもしれないけど、本当のね、料理人はもうね、自分の、舌で、もう塩加減を考えるって言うらしいですね。かっこいいね。塩 5g、 フリッチってなんだろう、わかんない。塩、これ砂糖、あ、これかな、あった、塩 5g ね、塩 5g に、はいはい、塩 5g、 あ、てか待って、これさ、一緒にストーブ火かけないと、こっちいいのか、どっち、こっちっぽいね。火ついてるかな。
あ、オッケーオッケー。あ、こうやって見れるんだね。あ、これ便利。ナイス。で、どんだっけ、フリッチ、フリッチ、フリッチなんだ、初めて聞くな。なんか多分スパイス系かな。フリッチ、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 待って、フリッチあれだ、パスタだ、これだこれだ。パスタはどこだ、パスタ、パスタどこ、パスタ、バナナ、うん、パスタ、でけえかぼちゃ。ネッパセリ、トマト、パスタはどこなんだ、パスタわかんないです、注文したい。パスタ、パスタ、パスタどこ、パスタどこ、あった、フリッチ、これを、はいはい、すぐ使えるように置いときましょうと。で、塩とか入れるときは、あ、もう沸騰してね。沸騰してから入れた方がいいです。最初から入れちゃうと、なかなか沸騰しづらいんで、パスタ茹でるときのお湯は、最初は沸騰させてからやりますと。はい、5グラム。よし。で、塩はもう大丈夫と。使わないものは、落としましょう。はい。よし、OK。で、パスタを、160g。これ空いてんの？よし。あ、これで大丈夫かな？あ、大丈夫。あ、どうすんの？これ。これで？あ、角度調節？うん、壁すり抜けてんだよな。これだけ。あ、やばい。やグラム測りグラム、あ、待て待て、これ何グラム入った、180、まあいっかで、45分45秒、数えないな、時計も動いてないな、参ったな。あー、これで見ればいいのか。そしたらザルを探そう。あれ、これで深鍋、あー、大鍋ね。これだったらな、広めの鍋が良かった。でもまあザルを用意しまして、で、すぐにできるように用意しましょう。 OK です。いや、とんでもねばなってる、普通焦げてるからね、これ。あ、いい感じじゃない、これ。 OKOKOK。 で、このまんまジャストのところで、ジャストにパスタを、はい、と行くぞ。おお、ここにポーン。あ、大丈夫か、これ。あ、いい、いいんじゃないんでね。あ、あ、いい、貴重なパスタが、あ、オッケーオッケー。おー、しょしょし。おーい。どうすんのこれ。よし。で、これ、もう置いて、どれぐらいある？大丈夫かなこれ。とりあえず。よし。あー、嘘！ザルにあげたんじゃないの。キャセロール、なんだキャセロールって、初めて聞くな。ペーパーじゃないよね、キャセロール、調理器具かな。キャセロール、なんだキャセロールって、え、何キャセロール、キャロラインみたいな。わかんない、キャセロールって何。キャセロールって何、初めて聞く。消化性ある、大事だよねこういうの。そんなあんまりだ。キャセロール、
キャセロール、キャセロール、僕の名前はキャセロール。皿の名前か？キャセロール、キャセロール、キャセロール。あ、あった！これだ、キャセロール。ああ、まさらに生まれ変わって人生一から始めようが。もうやだオッケーオッケー、これね、キャセロール茹で直すか。待って、また連やり直さなきゃいけない。やだよ、ここで作業すんの。3階が多いよ。ちょっと振りて残ってんねよな、若干まだなんかぬるいし。よし、もうよし、はい、今度こそ、はい、よし、あ、早いよし、オッケー。まだキャセルフリッジ残ってるし、はい、で、はい、うん、なんか焼けてね、なんかシンクでなんかパスタ焼けてんだけど、ここだけ次元おかしい？ちょっと待って、このさあ、これを取って、これを、ちょっと、はい、はいと、OK。で、新しいフリッチを購入しますか。新しいフリッチ。よし、OK。どれどれ、お湯はどんな感じでしょうか。あ、いい感じですね。はい、待ってよ。そして塩。よし、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 大丈夫でしょう。90円、もうちょい。ほっ、どうだ。200、まあいいっしょ。なんでシンクで焼けてんの。もう直接そのさ、あれなんっけ、あいつそう、キャセロール入れちゃおうか。オッケー、ちょっとよ、やりすぎた。よし、さあ、ではキャセロールに入れていきましょう。これで大丈夫かな。はい、うん、一回捨てるか。はい、ここで捨てるのダメだ、ここで捨てるのダメだよ。異次元空間に行った。なんで？今日は天気がいいですね。はい、気を取り直して、なんかね、変にさ、やっぱ凝ったものよりさ、意外とやっぱゲームだからやっぱね難しいんだよね。だからこれでシンプルなね、ステーキ、これをやっていこうじゃないかと。はい、そんな感じでね、まずステーキ、220g 取るということで、お肉をねもらいに行きましょうか。おい、肉よこせ。マグロ、
マグロのステーキも美味しそう。牛肉、牛肩、肩でいいん、あ、じゃあ普通のステーキ用のやつあるかな。あ、これだ、ステーキ用の肉。これを、待てよ、はい、味付け、塩、胡椒、はいはいはい、確かちょうどここにステーキ用のグリルがあるんで、こっちは置いといて、はい、味付けしていきましょうか。1,2,3,4 と、 OK、 はい、でこれも 4g、 はい、 OK、 ナイス、こんなもんポイント OK。 レシピ次はこれを、45秒焼く OK。 皿に移す。その前にあれだな、これ肉は熱々の状態で提供したいわけだから、先にフライドポテトを作っていきますか。芋 300g、 15g の棒状に OK。 じゃあ切っていきましょう。お野菜は確かじゃがいも、これか、これだ、芋、もうこれ皮むかれてる、仕事できるね。芋の位置が悪い、芋の位置が悪いぞ。はい、これでいける？はい、置く、あー、よし、OKOK、 よし、これで、はい、ナイフを取れって感じ。はい、切り切る前とね、切っていきましょう。あ、これ難しいんだよね。はい、ね、15g、 あ、これナチュラルカットでも美味しそうだけどね。あー、これちょっと1回置いて、やっぱなるべくならね、形をきれいにね、均等に揃えたいんで、ちょっとこのコツンって音ね、なかなかいい音ですね。そこに置くのかね、自己主張が激しい。いや、どんどんとなんかまな板があっちの世界行った。芋置いて、いや、そこかい、自己主張激しいな君は。そこに置いちゃったらさ、先のものもさあれなんだよ。これ美味しそうに焼けそうだね。焼ける？揚げるんだよ。置いといて。やっぱね、料理は愛情と友情と努力よ。何が言いたいかって言ったら、その気になりゃ何でも作れんだ。これも入れちゃおうと。はい、と。で、残りを切っていきましょう。300g トータル で1本1本を 15g にすればいいってことでしょ。全然グラム見てないけど、まあいいか。はい、で、これをういっと、あれ、いけるない、ういっと、で、ほいっと、ほいっと、なんか違うんだよな。はい、いやー、これさ、ちょっと並べたいんで、これ、はい、ちょっと、はい、これ難しいな、その適当なんだよな、置き方適当なんだよな。はい、あ、これでもう切れない、横に。よし、じゃあこれで棒状に切っていきましょう。すごい包丁の置き方、怒られちゃうよ。よし、でこれで、おっと、行き過ぎ、はい、はい、ね、あ、いいよ、あ、そこで、あ、いいよ、あ、そう、急げ、急げ、おしょい、おしょい、おもしょい、あ、なんかそれっぽく見えなくもないね。で、これで、お、いい感じだ、これ。うん。で、こっちの角度が難しいんだよ、おいしょい。これで、はい。これ切れてんの？ね、切れてんの？ね、切れてないよ、切れてないっすよ、切れてないっすよ。わかんないよ、もう僕もわかんないよ。これ切れてんの？切れてない。もうこれでいいよ。これで、はい。はい、はい、はい、はい。よし、よし、よし。おーっと、これで、
じゃあこっち、はい、こっち、じゃあはい、あ、これで、これでここか、ここ、ここ、こう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 、はい、あ、いや、あ、いや、あ、いや、はい、あ、ナイスです。なんか違うゲームになってる気がする。あ、でもいいんじゃない、おー、ナイス、うまいんじゃないこれ、ねえ、いい感じよ。で、あの落ちた夢のかけらをフライヤーに、あ、バスケットに詰め込んで、夢のかけらをバスケットに、はい、そして油をポチッとな、こっちかな、こっち、こっち、こっちっぽいね、うーんと、これえい、よし、 OK で、はい、揚げていきます。そしたらこっちの肉も焼いちゃいましょうか。そしたら肉も焼いちゃって、焼きますよーと、片面ずつね。こっちでどんな感じ ?30 秒とかもうそろそろでね。あ、よし、よし。で、余分な油、余熱入るから油抜いときます。おー、ちょうどいいんじゃないこれ。で、塩 4g だっけ ?6g ね、OK。はいと。6g。へいへいへい。1,2,3,4,5,6 と、ん？塩入ってる。1,2,3,4,5,6、まあ大丈夫でしょう。よし、オッケー。で、あ、肉大丈夫。あ、かけ、ちょっと、もうちょっとね。あともうちょっと。ねえ、皆さん肉はさ、どのぐらいのさ焼き加減がいい？あのレアとかミディアムレアとかで、ウェルダンとかあるじゃね。私はね、生肉大好きだから、そう、生が好きなの。あ、うそ。見ないで、見ないで、見ないで。で、これで、はい、よし、よし、難しいねこれ。これで高度の技術で、はい、これ OK？ 大丈夫かな。あ、でもいい感じだ、これこれいい感じだよね。来たよ。そしたらちょっと火止めて、いや、あんまないな、あ、ちょっと焼きすぎちゃったかも。はいはいはい。そしたらあとは丸い皿、これね、大皿、大皿で、よし、こっち持ってきて、よいしょ。いや、遠いな、ちょっと近場に起こせや、こっちは、こっち置いとくか。よいしょ。で、これ置いといて、はいと。で、お肉を取りますと。うん、なんか絶妙、絶妙、あー、ちょっと、で、これで、こっちずらして、ずらして、あ、なんか違う、なんか違うんだよな。なんかこう想像してるのも違うんだよな、動きが。これで、よし、はい、緩める、 OK。 ああ、いい感じ、いいところできたね。で、これで芋はね、いい感じなのよ。よいしょ。あ、うん、なんかなんで。はい、で、これでどうだ、どうだ、どうで、ちょっとこれさ、もうちょいさ、下にできないのこれ。なんでこれ打点高いの。あー、でもいい感じ、いい感じ。長年の経験がここで生かされてる。よし、振り注げ、いいもの、シャワー、ウィー。雑談だよな、ところどころ。で、どうすんじゃ。今上がってるから取れないよね。あ、取れる、大丈夫、あんまり上がってないんだよ。はい、これちまちまとんのめんどくさいな、どうしよう。ぬるめだったらぬるっとしちゃって、はいはい、はい、ちょっと冷めちゃうよ。はい、と、芋の主張が激しい。そしてローズマリー10
10g ローズマリーを、でやっぱお肉にはねローズマリーのね香りがね、これが相性抜群なんですよ。ローズマリー、あしゃフレッシュ、ローズマリー1本だよね、1枚だよあ、じゃローリエじゃん、これなんか違うなと思って、ローズマリー、ローズマリー、パセリ、あ、これかな、ミントか、バジル、オレガノ、ピザとか作れそう、パセリ、タイム、あ、これだ、どうしようこれ、ほんと間違ってそうだよね、なんかおかしいよねと思ったの、ローリーかあれ、ほんとこれだっけ、よし、そうそう、このねローズマリー、このねポンとね、これさお肉の上に乗せてあげて、ほい、雑だなよし完成、いい感じだこれ、ね、ちょっと包丁ねいい感じに置いといて、これいい感じに置いて、いや雑だなどうしよう、せっかくだからなんかさ、なんか飾りたいよね、ピーマン、よいしょ、なんかさあのクッキングシミュレーターのさタイトルロゴもさ、なんかピーマンじゃん、なんとなくピーマン置きました真っ赤なピーマン、パプリカ、これ緑黄色赤とね、おしゃれにこんな感じ、さてできました、じゃあこれをね運びましょうか、よし、よし完成だ、さあご賞味あれ、味クソじゃねえか、なんかお客様の苦情とか見れるので、ちょっとね、あのお客様のね、真意なね声をちょっと聞いてみましょう、どれどれ、塩不足してます、あーやっぱり確認してない、なんだっけ、あでもあれじゃない、あーテクニック、ステーキ、ちょっとテクニック何だろう、温度、フライドポテトやっぱり触れたからあんまり上がってなかったんだ、そうせん、はい、それではシエさんやっていきましょう、 OK、 はい、ということで皆様お久しぶりでございます、ついにね覇気を礼文帰ってきたよ、みんなのところに、いやー長かったね、そんなんでもないか、でも去年もね一時期、多分この時期じゃない、あのキングダムハーツやってる時に、そうパソコンのね、あのちょっとねスペックの問題で、まあね、2、3ヶ月ぐらいちょっとお休みしていた時あったんですけど、まあ今回はね、本当にちょっとまあ僕のね、諸事情の関係でいつもそのパターンだよね。まあ今回ね、まあこの数ヶ月間の間で僕の周りの環境もいろいろ変わったということで、で、改めてね、ここでお知らせしますと、僕のツイッターの方でもね、よく、つぶやいているんですが、今現在僕、アタレオパレットというね、ゲーム実況グループに所属しており、そこでね、5人のメンバーと、僕含めてね、一緒にね、いろいろ実況活動と、まあ配信活動など、行っております。はい。まあね、今のところは基本活動は、毎週土曜日の夜、23時頃から、はい、各種、配信などを行っておりますので、まあね、その、詳細なども、この後アタレオパレットのツイッターも通して、僕の方でもねどんどんお知らせしていきますので、皆様とも、今後とも仲良く遊んでいけるよう僕らもね頑張っていきますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで、ね、ちょこちょこまたね、活動やっていくので、覇気を礼文もよろしくお願いいたします。またね、バイバイ、ご視聴ありがとうございます。これからもいろいろな動画を投稿していくので、よろしければチャンネル登録、評価、コメントいただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは覇気を礼文でした、またね、バイバイ。